えー、おはようございます。画家のおぎさです。第351回の鬼公評会を始めたいと思います。この鬼公評会はおじさんが皆様からあ送られてきた作品にあらこだピーチクパーチクいう企画でございます。よかったらですね、えー、初心者の方でもない歓迎でございます。えー、こちらの作品からでございます、えー。こちらの作品でございます。次回は8月1日ですね。いつも楽しい動画ありがとうございます。天を駆け上がる。 アクリルデネブシ 300g、1 4十2 6ンチえーと、色鉛筆アクリル菓子、ババリンさんですね、名古屋の中京競馬場に行きまして、えー、えー、そこの入り口にそびえ立っている馬蹄と、馬のオブジェがかっこよくて写真に収めたのを描きました。そして、運気が上昇しますようにと、白く伸びていく雲も表現しました。 縦の熊は運気が上昇する兆候らしいと書いてありました。近々北海道へコウマを見に行きますので、えー、好きなコウマに出会えますように、えー、先生、どうか運気が上がる好評。運気が上がる好評って何やろ。<laughs> お願いいたしますと。あの、可愛らしいですよね。本当に馬が好きで、えー、いつも書いていてね。 あの、パステルって書いてるんだっけ何だっ,っけアクリルって書いてあったえ、アクリルでね、アクリルガッシュ色鉛筆パステル。ね、なんかいろんな画材を使って僕はすごい素敵な、あの、チャーミングないい作品やなというふうに思いますよ。あの、後ろこれ雲やったんですね。何かなと思って見てたんですけど、こう、<laughs> あの、花火かなんかピューと上がってんのかなと思ったりとか、これは何なのかなちょ,ちょっとパッと見たときなんかタツノオトシゴに見えたんですけど、あ、 こうバテーとね、これごめんなさいね、本当になんかすごい素敵なかわ愛らしい、あのもう徹底的なあの自分の世界観を紡いではるから、も、ま、うあんまり言うことないなというふうに思うんですけど、このなんか運気が上がる雲はなんか僕もうちょっと白くてもええのかなって思ったりしたのは私だけかな。あの、好みの問題かもしれませんけどね。まあそこをあんまりこうやらん方があ実際問題ええのかどうなのかね。 いつも本当に面白いですね可愛らしいですねまぁ、あ、ちょっと少しだけ明るくしてみました 馬さんの周りのところだけでもなんかちょっとこう色が少しこうね、えー、微調整されていても面白いのかなどうなんかな馬さんの頭のとこだけでももうちょっとこうねあ運気が上がるのにちょっと明るくこう書いてあって、えー、少しこう見せ場になってたりとかあ馬蹄の真ん中あたりを光らせて少しこう、えー、明るくしてあげたりとかですね。 ちょっっとしてあったりとかなんかこの地面からあの出ているこのひ光みたいなねところがもうちょっと明るくなっていたりとか、まあ、もう世界観ができてるから、まあ、あんまりねそれを潰す必要はないしねもうとにかくこう大好きすごいですね北海道ににこ,こうう行くんですかいいですね <laughs> なんかね本当にこう微妙なこう輪郭線のなんかこう 色のの違いいみたいなのがちょっとこう足のところは少しこう暗くなっていてね足のところちょっと暗くなっていてえその周りのこうピンク色みたいなのがちょっと明るくなっていてみたいなこう微妙なこうなんかー輪郭によって周りのところが少しこう色が変化しているみたいなところが書いてあっても面白いかなとは思いますけどね。 うまさよりもどっちかというと世界観を求めていきたいというタイプの人ですからねこういう,こう微妙なことまでこう気を使ってやったりとかどこやったか分かりましたわかりました、ね、足が暗なって周りが白なったりそういうところがこう神経を注いで書いてあげてもええんかチャッ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 とこういうところにこう神経注いで書いてあげてもやっぱ顔は暗い方が良かったんですかこれは <laughs> ごめんなさいねこ,この辺はねちょっと消しときましょうかねあ まあその辺は僕もね、馬のことあんま分からんから、やっぱ暗くしておきましょうか。ちょっとこう足のとこだけでもこうね、もう周りのとこ微調整っていうのをされていても良いのかなと思います。お馬さん、パカパカ作品でございました。次の作品いきたいと思います。えこちらの作品です。おお、ヤンノアイコさん、呼んでましたね。こちらの作品でございます。えー、ペンネーム、ヤンノアイコさん、モデル、オッ夫、えー、デッサン、A4 スケッチ、ブック、4H から 3H。 今回は光の向きと表情筋を意識して描きました。画面左側から光が当たっていますと。いつもね、厳しくお願いしますと書いてますけど、今回書いてないね。えー、こちらの作品です。いや、あの、いい、よく書けていて頑張ったなというふうに思いますよ。もう、これはもうなかなか。で、これをね、もう本当にじゃあ、こっからどうなりしたらえかっていうと、まあ、ちょっと手数をガンガンこう入れて、なるべく今回の方々は、 ちょっと手数を多めパターンでいってみようかなとふと思ったりしたんであの書いては消し書いては消しっていうかねこういろんな方向のタッチやら何やらみたいなのを少しこう多めにしながらそうなんですよねだからこうちょっとこうや,ややもすると形そいそい病的なことに、えー、見えてくることがあるんですよ手数がちょっと足らないとね。 それがこうどん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 こう書きながらこう複雑になっていって、えー、いろんな表書き,書き込んでいったりとか消したりとかあいろんなことをしながらねいいですねやんの愛子さんこれご主人も若いし本人も若いのかな今までいくつぐらいなんかよう分かってなかったんですけどお若いかかのねご主人は 若い感じしますよね僕より若く見えますもんねこれやったらね40代とか30代とかに見えますよね下手すりゃ20代に見えますもんねいろんな方向にねちょっとこう今タッチをやっていきながらよいしょ ま,あまた消しゴムでけしたりとか練り消しで消したもうねこの辺は本当にこう鉛筆デーんとかなってくるといかにこうタッチとかを複雑にしていってで微妙なこう調子とかを出しながら洋服なんかもねこうしわもあるけどもまずこう型があるよということとかえ中に体があるよとかっていうことも意識しながらこう書きながらでてでてで,で,で,でうん。 えー、ちょっと加湿をしていきました。分かります、まあ、なかなかね、ちょっとオーバーにこうやってますけど、そのタッチが徐々に徐々にこう、ね、もう分からなくなってくるというかね、また練り消してこう叩いてみたりとか、少し明るくしてみたりとか、<laughs> えー、こういうことを繰り返しもうこ、この調子でいいと思いますので、あたこの調子でええと思いますので、えー、っと

静かに見えるタッチは静かにこがきながら描いたり消したりを繰り返してタッチがどん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 複雑になっていってそれでもこう携帯として髪の毛がこうあってまあねデッサンとかねこの辺がねなかなかねこういろんな角度で描いていってるの分かりますこう <laughs> 分かりますとか言いながらねなかなかねこう またそこからこう鼻のこう,う構造ができて目のところがこうなってその微妙なこう白とかいいですねご主人がこう素敵なモデルをしてくれて若干目の位置がほんの少しまあ人間の目なんか別に完全に左右対称ではないんですけどねちょっとだけこう前髪がこうあってどうですか使った <laughs> 使ったじゃん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 どうですかだいぶこう顔とかもね、まあ、洋服とかまではちょっと手いってませんけどこんな感じでこうどん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 複雑にしていって、あのー、人の肌の色が紙,紙と鉛筆から徐々に違うものに変わってくるこんな瞬間をぜひぜひ体現できるぐらいまで、えー、迫りいって書いてみてほしいなというふうに思ったりとかします。 もうしょた消しゴムと練り消しとかでいやいやもうちょっと明るい方がええかもとかもうねほんとそんな感じなんですよデッサンってねぱぱぱぱぱぱもういろんな角度にこうタッチが入ってきてねルタルタルタル複雑なってきた。 こういう気持ちでぜひぜひデッサンこれからも頑張られてみてくださいあのもっともっと多分あの入り込んでいけると思います洋服なんかまだまだねシワ <laughs> よりもまず中にある形が見えてきてそしてまたシワそしてシワ描いたらまた中の形描いてみたいなことを繰り返していくんですよだだだだだ,だはいぜひぜひ頑張ってください、えー、こちらの作品ですおちゃんとさんねこんな感じ えっと、冒険のチャンテトさんですね。冒険へ出発、アクリルガッシュポスターからホワイトワザ、セーフ4号。小さい弟二人に付きまとわれてなかなか自由に遊べない長男を一人、一日幼稚園休ませて近くのため池公園に連れて行った時の写真を持って、わわ、優しい。 えー、描きました、えー。写真では満面の笑みでこちらを向いていましたが、客色して道の奥へ向かわせました。あ帽子に当たる光がうまく行かず、描いては消しを繰り返しましたあー。アクリルは言うことを聞いてくれませんでした。難しいけど楽しかったです。アクリル面白いです。おちょっとあやってるのかもしれませんね。ねえ、なんかね。 いやもうほんとこの調子であの全然やっていってください。こう徐々に徐々にこう微妙な色とかが出てくると思うんですね。で今どうしてもこの青い色みたいなのが、えー、ちょっとこう生の色に近いような感じに見えているのでこういった色がもう少しこう加湿をしていくと深みとかが出てきますので、えー、こういうところの色とかの深みみたいなのが少しずつこう。 書いていててけば出てきますそしてあの溶き,き方色の溶き方みたいなね水とかの量とかによっても、えー、少しずつまた変わってきたりとかして。えー 白っぽいのも生の白に近いようなのがもうちょっとこう薄く溶いたらどうなるかなとかっていうこととかで水の溶き方一つまた不透明の絵の具をポンと置いてあげるっていう感じがあってもいいと思いますし今回はなんかねちょっとなるべくこう加湿できそうなやつはガンガン加湿をしていってこれだけ変わりましたよというえパターンを増やしてみようかなと手数がちょっとねまただから手数をどっちかちょっと入れていくような。 ののものが多ハブを恐れて僕はこういう,こう森の中にはあんまり入っていかなかったですけどね毎日何かあったらねだからこう道端の,あの木とかを一生懸命見て観察してましたけど。 結局こうまさかトイレにおるとはっていう、ねはい、あのー、来週ぐらいにそのクライマックスシーンが公開されるんじゃよかったらねサブチャンネルで、えー、おじさんが言ってる話も理解できるかちびとですね奄美大島に行って奄美平田クワガタを捕まえたんですけど石垣も固有種みたいなのね持ち出せないでしょうけどいっぱいいるんでしょうね。 皆さんも、ね、あのそういう,こう離島とか行かれて持ち出せないのとかホームページやら公開されていますのでだいぶこう手数入れてきました青がちょっとこうあのほら目立たようにないの出てきたでしょほらどうですかちょっと暗,暗い色黒色みたいなのも少しこうあ複雑になってくるこう水の量とかを少し多めにして溶いたりとかしながらしていくとなっていくとこの辺というのはね本当にこう 密度を一回何かどっかの作品でぐーっと上げるようなものを作ってあげたり、それはもう単体のモチーフでもいいと思うんですよね。単体のモチーフみたいな生物的な感じでバンと書いてあげたりでもいいですし、そんなによって自分自身のこうレベルみたいなのがぐっと上がる瞬間があるんですね。 先ほどの方のデッサンなんかでもこれ以上できへんっていうぐらいまでもうなんかなってきた時になんかこう、えー、絵の具というものが形に変わってきたり鉛筆というものが色に変わってきたり白黒のものが色に変わってきたり瞬間があるんですよ。それを経験するとねはいそっか。 いいですねお兄ちゃんを一人だけ休ませたってことなのかな幼稚園ねはい次の作品ですまたうちはあの昨日は弟だけを連れて遊び行ったりとかしてますよ <laughs> こちらの作品ですおおいいですねこの辺のデイサニーさんイタリアロジ人水彩史24回目よろしくお願いしますと。 デイサニーさん以前行ったイタリアで見かけた路地を描きました。光が差し込む雰囲気を表現したいと思いましたが難しかったです。石畳の描き方がいまいち分からず砂利道風になってしまいました。 イタリアのどの町ですかね。あ、本当やね。ま <laughs> あ、石畳は案外書かな、なんかこう、あかんかなというふうに私は思ってたりしますけどね。石畳とかっていうのはね、なんかこう、ちょっと、あの、書かんと、石畳というのにはならんかなというふうに思いますんで、影の中とかね、をまずこう書いてあげたりとかして、そんなにこう、あの、パッと目立たないようなところかなんかを書きながら、 スパッタリングをしているところなんかがねちょっとこう砂利道みたいになってしまったのかもしれないですよね。この街ですかね。いやでもなかなかいい作品じゃないですかこういう裏,裏路地的な僕もよく描きますけどねい,やいい作品やと思いますよ。やっぱ絵になりますよねそもそも論ねなんかね海外のね。ちょうど鬼高評会のあれかなイタリア行ってる時あるかどうか私もね まあ現場でからライブ配信とかしたいけど多分できないと思いますのでね行った人だけがね見れるというかちょっとこう大きな作りで影をドンとこう置いてみたりとかしましたドンとこういう,なんかこう風景描く時は僕意外とこれぐらい大きなこう作りみたいなのを初めの段階でこうやったりします。 まあそういうのをなるべく選んだりもしますしね。後ろのこう風景、一番奥なんかも空やったら空みたいなところをしっかりこう描いてあげて、えー、奥の方が弱くならないように私なんかはします。それでもちゃんと奥に見えればいいんですよ、奥にね。でもすごくいい作品やと思いますよ。この調子でぜひぜひ、これもなんか加筆したいとこやけど、なんかこう水彩絵の具のなんかね、 あの雰囲気を出す画質ってなかなか難しいなと思ってるんでちょっと頑張ってやってみようかなどこまでこの濃淡をつけてあげて柔らかく描いていくタイプなのかでもどっかどっかで要所をグッと引き締めるようなもう少しこう強く引き締めるようなところがあったりしたらどうなるのかなと思いながら人の絵でよくこう実験をするおじさんでございます。 グッとこう引き締めるような強さみたいなのが絵の中であったりするとどうなのかなとまあこういうなんかこうシャープな線とか強い線とかねなんかこう画面の中に入れるのってちょっと勇気がいりますけど強いこうエッジみたいなのとか、まあ、そういうのが画面に入っていく。 ね、来ることによってどういうふうに見えるのかなとかっていうこともちょっとこうあの入れてみましたこういうのをなかなか入れる入れれないっていうのがあアマチュアとプロの違いやったりするのかなって最近よく思ったりとかしてますそういうの入れれるような人、まあ、全員じゃないですけどねもちろんね水彩画ほどなんかアマチュアとプロの境目が ななくっってきてるってきるいう風に昔はやっぱりすごい差を感じたけど最近はこの情報化社会の中で水彩画はかなりこうアマチュアとプロの境目が見えにくく油絵に関してはまだまだあるかなと僕は思ってたりするんですけどあの水彩画はプロの方にもうほぼもうセミプロやけどもう半分は足もう半分以上分5分の4ぐらい突っ込んでやるなっていう方とか増えてきたなっていうふうに思ったりするんですけどね。 はい、次の作品に行きたいと思います。いい作品やと思います。こちらの作品です。あ、ね。 油絵も、でも、だいぶプロに近づいてきたなと思うような人が出てきましたね <laughs>。えっと、いつも的確なご指導ありがとうございます。同僚に戻りになってもらいました。背景は別の場所の写真を使っていますと。と、ひなスウェーデンさんです。タイトル、タンポポ5 0 × 4 0ンチキャンバス油絵。よろしくお願いいたします。ということなんですけど、ね、だいぶ近づいてきたなと思うんですけど、やっぱりこう、アンマチュアとプロの違いというと、ごめんなさいね、厳しくゆく,くと、やっぱ奥行きとかを油絵の場合、ガンとこう出す。 せるかこういうところとかとね出せるかなーっていうこととかちょこっとなんかこうあの光の当たり方洋服のこの光の中の影の色と当たり方あの明るい色とかのなんかその辺っていうのがあの固有の色なんか扉がそーっと開いたぞみたいなのがおかえりんこだ誰 <laughs> <laughs> じゃねえよ <laughs> ねえ幼稚園から帰ってきましたかじゃ下で待っといてくれますか下で待っといてくれますか <laughs> 何風船,です風船を膨らますとこを見てほしいそうですので1回だけじゃやってくださいどうぞね手足口病になっているので、えー、この風船が、えー、ちょっとそのへん加熱しますね なんかやっとるよもう皆さん付き合ったってうちどうやった楽しかったうち楽しかったうん <laughs>。固有の色の中で固有の色の中でうん。ああいいよいいよなんかここにおる。はいどうぞ。はいどうぞ、はい。膨らましましたね。 あそれだけこれぐらいのこう見え方なんですよ、これぐらいの。で、奥のこの、えー、と木漏れ日とかを利用して、じゃあ次第行っといて、OK。木漏れ日とか利用して、この白さが当たっているこう影によって、ああはい、画び持っていかんで、画を、はい、はい。 っすみませんね、編集する気ないので。<laughs> ね、えー、木漏れ日とかによって、肩、えー、口のところに光が当たって、よえー、ごめんなさいね。素直に言ったね。今日朝すっごい怒られてました。まあ、パパとママに。<laughs> 毎,毎回ですよ、もう。 幼稚園行きたくない病がほ、まあ、とんどおかんが家におって仕事していることが多いからということもあるのかこういうところに声がやってペッと入れることによってどうですか奥行きみたいなのがちょっとこう見えてくるとでこういうのがプッとこう違う,こう空間のところに違うものを持ってきてもなんかこう自然とできてまだまだこう奥のねこの抜けていくこう空間みたいなのとかをおじさんやったらもっとこうもちろんうまく描くんですけどよいしょ。 だいぶ、ね元気に帰ってきおりました朝、ギャー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 言うてね、幼稚園行きたくないとか言うてね、もうギャーギャー言うてたくせにね、ヘラヘラ帰ってきおりましたよ、もう本当にもう、ね手足口病やったからね、あの、あれなんですけどね、ちょっとこういうところを少しこう、えー、どこ書いたか分かりました、意図的にこう一番奥に入っていくようなところあるんですね、こういうところ。 こういうところとかっていうところにここはちょっと書いてないですけど少しこうピッとこう入れてあげたりとかすると奥にスーッと抜けていくような空間に見えてくるでこの辺りのこう前後関係みたいなの出し方とかあ画面の構成の、ね、例えばえ左の肩口のところは前に出すようにえ外側から暗い色をえどこに置いたかっていうとここに暗い色を置きましたよ。 置いてあげることによって少しこういったところができるかどうかっていうことがね次の皆さんの課題になってくるかなというかやっぱりこう、えー、透明水彩とかよりもそういう,こうものすごい微妙な表現が特にやりやすい画材やったりするのでそういうのがこう顕著に出てくるというかね、えー、いうところがありますのでこの辺りとかの奥行きとか若干のこのしょ。おー 少しこの腕の、えー、ちょっと影のところとかも少し押さえてみたりとかして、えー、顔とかタンポポンにより目がいくように少ししてあげたりしましたどうですかぜひぜひこの調子ででもどんどん良くなっておりますよ、まあ、ここまで良くなってくるとはね特に後ろやろねまだまだできそうな感じがしますのでねはい頑張ってください ここでお知らせです。皆さんもお肉を評価に出してみませんかお肉を評価に出すにはメンバーシップの会員登録というのが必要でございます。メンバーシップは本チャンネルの方のメンバーになるというところを押していただいて、そちらから進んでいただければと思います。で、あの iPhone とかで入ると Apple 税とかいうのかかってくるそうなんで、できたら1700円とかになってしまうので、できたらパソコン。 思います。1190円で。で、あとはスペシャルサポーターという、私の活動ね、いろんなも、こう、機材買うたり、カメラ交うたりなんかするとかっていう活動費、応援したいという方は、スペシャルサポーターになっていただいてありがとうございます。ということでございます。で、あの、メンバーシップの特典いろいろございます。一緒に旅しませんかということで、いろんなとこね、長野行ったり、北海道行ったり、イタリアに行くかもね、みたいな話とかですね。えあとは、懇親会、私が個展などした時に飲み会ですね。そういったこともやったりしますので、よかったら、メンバーになられてはどうでしょうか。そして、ちょっとだけ、 変更点がございます。ほんの少しでございますけども募集の日時というのは第1第3木曜日です。で それもコミュニティ欄ののととこころろにに書いてあったりうんく次は何日です、すってて書いてありますでメンバー限定の動画というのがあるんですけど、メンバー限定の動画とかっていうのは公募展とかに出されたりとかした人とか、公募展に出す前とかあ、そういった人の作品とか、初心者でもみんなに見てもらうの恥ずかしいとかっていう、本当にメンバーの方だけ、これは本チャンネルの方で公開してますけど、メンバーの人しか見れないという動画がございます。で、その募集の日時の時間ですね、今までは18時から深夜2時、3時ぐらいまでに、 でお願いしますということを言ってたんですけどあのぐっと早めまして昼の12時から深夜1時、3時ぐらいに送ってきてもらえればと思いますちょっと早まりますちょっとだけ早まりますちょっと数がすごく増えてきたので、えー、可能な限りゆっくりね皆さん1日で撮ろうとしてるのに相当無理が出てきましたので、えー、2日に分けて撮ろう多いのはめっちゃ嬉しいのでぜひぜひ皆さん送ってきてください本当ですよもうほんと初心者の方のガッと伸びるのを楽しみにしてますそれでは本編またどうぞはい えじゃあ、えー、っと次の作品です。こちらでございます。もううるさいの帰ってきました。ほら、後ろの方綺麗ね。こちらの作品です。えー、っと、えー、っと、たまさんよろしくお願いします。と、えー、油絵、下地、ジェッソ、シナベニア F45、旧貨物船を描きました。横浜桜木町のドッグなどがあったあたりです。と再開発までの、までの、 狭間の閑散としていた昭和の景色も懐かしく感じます40年ほど前の赤レンガ倉庫を背にして自分で撮った、えー、40年前の写真を使いましたというかい,やいい作品ですねもうなんかめちゃくちゃ皆さん良くなってますねいや、非常に良い構図もなかなか構図が皆さん良くなってきてるんやろうねなんかそんな感じしますねこの右下にこのあるえー、っと。 この斜めの線、意外と僕、聞いてるような気がして、ねちょっと悩ましいところやけど、これも意外と画面の中ではうう考えられへんな。<laughs> もうね、子供いるってそういうもんなんですよね。うるさいですよね。もう諦めてくださいね、文明さんね。ここに、意外とあるのとないのじゃな,なくてもええかな、どっちゃうな。なくてもよかったかな。<laughs> なくてもよかったかな。<laughs> でなんかこの後ろのこの色使いとかすごい綺麗なんでちょっとだけこのもしかしてここのあの線路に引いてある色の色をもうちょっとなんかこ押さえ気味に描いてあっても暗い色ねいいのかなとふと思ってしまうのは。 確かにこれは暗くて前にやりたなるところは分かるんですがなんかこのセピア調この線路のコントラストに黒,黒い色に近いようなのによってちょっとだけこう邪魔してるような感じがするんでほんの少しだけこう明るくしてみました分かりましたこう,こういうところとかのね、えー、線路の色とかちょっとだけ、えー、明るくしてみました。でも全体として見るとね 手前にあるこの信号みたいなこれなんかねここにはある程度暗い色とかが来ているので後ろにこの辺にある、えー、と線路のとこの黒い色みたいなのはこれぐらいでもなんかちゃんと奥行きを感じるし、えー、前後関係見えてくるんじゃないかなというふうに思ったりしますただ後ろの方のこの絵の具の付き方とかなんか風化したような風合いとかつきっぷりとかいいですね ね、なんか出してはったんかなこれねこの方は経験かなりあるように思えてくるんですけどこの色の混色の仕方見てるとそんな気がするんですけどどないなんですかね非常に良い作品やと思いますよあのこの調子でぜひぜひこんなこんな感じでどんな風景でも描けたらいいですよね <laughs> 無理なこと言うなえー、1234 次の作品でございます。こちらでございます。すみませんね。お兄ちゃん乱入事件。そーっと来おりましたねなんか。やつなりの登場の仕方をいろいろ考えてるんですよね。えー、こんにちは。神戸ののりさんです。ようやく梅雨も明けようとしていますが、次は暑い夏ね。もう本当に。まだね、ギリギリこれ、えー、と木曜あ、金曜日に撮ってるんですけど、まだこちら北部九州はなんか梅雨っぽいですけどね。 えー、私のところはあ六甲山の日西端で標高 400m 程度ですので下界より23度気温は低く朝晩は過ごしやすいですいいなあちょっとこういうもう暑い季節になるとそういうところ住みたくなりますよね豪雨のち晴れ富水泉ポスターカラーワトソン、えー、ポスターカラーも使ってるね50でっかいですね 53×75cm やから12号ぐらいあるのかな 750やからね25ぐらいあるんですね、うんえー、以前描いたあしじみが川上流にある黒滝を描きました 最近滝があるのを初めて知り出かけていきましたが豪雨の後で水が濁り23日後に息少し水は濁っていましたが体積岩の堆積岩の断層と岩の紫色それと雨の後で落差はそんなにないのに大きな水温水しぶきに感動しました。 年を取ると最近感動というものがあまりなく、え、感動がなければ絵も描けませんね。し,しかし、黒竹は久しぶりに感動しましたと。黒竹のお名前の由来は知りませんが、すみません、これ、ここまででしたええー、そう、年取ると感動が少なくなるんですか。<laughs> そうか、そうか。いや、でもなんかよく描けていますよね。なんかいい作品じゃないですか。まあ、丁寧に描いたってね、この辺とかね。よし、これもまた画質多めの。 グリ,グリ系でいきたいとこやけどでもなんか透明度手前のなんか緑とかは意外と描いてもええような気しますけどねよいしょ手前の葉っぱみたいない手前の手前の緑とかあの前後関係出す意味でもなんか少し描いてもええような気がしますよねまた来たね皆さん諦めてください。 お兄ちゃん、これ風船持ってきおりました。どうしたみん,でみんなで無視しましょう。そして水のところとかもね、もうちょっとで仕事終わんねんけどな、お兄ちゃん。あんま邪魔せんといてほしいんやけどな。水のとこおおお邪魔せんといてほしいんやけどな。ね、お、ま、た来たなんか来たぞ。なんか来たぞ。 フフフじゃねえよはい、はい、じゃあはい、はい、勝手に出てはい風船風船おじさんだそうですよはい風船おじさんはい <laughs> じゃねえよはいはいじゃあ下行ったりであげあ<ー>、はい、ねちょっとこう,こう水の波紋なんかもねもう完全皆さんで無視しましょうねうっさい男はいじゃあ下行きまた怒られよ今日パパにめちゃくちゃ怒られたろパパとママにめちゃくちゃママが怒るなんかめちゃくちゃ珍しいからねはい 今日大丈夫やった幼稚園。うん、本当楽しかった。そこはイエスと言わないですよね。いつも行ったら楽しそうにはしとるんですけどね。なんかね、水とかのね。うん、はいじゃあ下下で待っトで。はい。じゃあ風船全部持ってって。うん、ちょっと水のところもガチャ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 と書いてみました。ガチャガチャっと。なんかもう描きたくなる絵ですよね。 でもそう,こうそういうこう感動が、えー、皆さんもねうるさいなもう風船「風船キュ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 」「はい下行って」「うるさい」「フフフン」じゃないの「はい行って」「風船うるさい」「おじち危ない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 」危ないそれ危ない「やめとき」もう「怒るよ」「もうええかげ怒るよ」「下行って」「キュ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 うるさい風船」「うるさいうるさい」「もう見てはる人がもうすごい怒るよお兄ちゃんにほら怒るよもうはい」 はい下行っあとでもう風船持ってっからばばガーッとこの辺こう変更書いていきたくなりますよね鍵閉めたいけど鍵がないんですよ <laughs> 鍵がないはいバイバイもうえ,えっていいよはい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 いいよじゃないってちゃんとねえちょっとこう水のとこも書いてみましたまあ本当にまだまだなんかねまだまだなんかこう神戸のあの 夜景とかも書いいてみてみくださいよ是非今からこうね神戸の夜景とかも僕も配信で描きましたけどああいうのとかも夜え頑張って書いてくださいま,まだまだ6つかしの挑戦してみてくださいこれだけ描けんやから多分できるはずなんで、えー、描けます夕方のなんかこう日が沈んでいくこうなんか時のいけないですか車とかも運転できはらへんのかな ちょっとこう解説してみました。まだまだいけると思います。ぜひぜひ頑張ってください。次の作品、こちらでございます。え、もう30分過ぎてますね。えっ、ー、と、えー、野田市の真中さんです。えー、先月、市内の里山公園で、えー、写生したものです。えー、ベニヤ板にジェッソを塗り、えー、アクリルで描きました。大きさ8号ですと。と午後の漢字をうまく表現できませんでした。よろしくお願いしますと。と アクリルで描いてやるんですよね、アクリルでね。こなんかねこ、右の方のこうなんかペタッとした感じみたいなのがちょっと気になるなっていう感じがするので、あとはなんかこうやっぱちょっと光の陰影みたいなのはもう少しこう強調してつけてあげてもええかなと思います。 これはうるさいな。<laughs> これはうるいで少しこう、えー、木とかに光の方向みたいなのを見出しながら、右から光ってんやったら左側にこう、で、地面に落ちている影とかも <laughs> 風船が割れました。 ズ、はい、れ会ということで皆さん申し訳ございません風船割れました風船割ると割れると子供って静かになりますよね案外ねでもすぐ忘れたかのごとくちょっとこう光影の陰影みたいなのを木にちょっと影をつけていっております後ろに見えるやつも木々もですね 少しつけていってで緑なんかでもちょっと濃い色とかを使って、えー、緑によって木が明るく見えるような、えー、仕事みたいなのを少しこう画面の中で外側からですね外側からこう暗い色がぶつかって形がいく何箇所かねそういう,こう外側から形がぐッとこう引き締まって見えてくるみたいなところを何箇所かこう作ってあげたりとかするだけで。 今暗い色を描いてい色ててっるんですよで外側からどういうとこを描いたかというとこういうとことかこういうとことかこういうとことかで暗い色はこういうところとか描いたんですね。でそれだけでもだいぶこう印象が違って見えてきませんかね。って,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 っていうふうにこう描いていきながらちょっと例えば筆色分割法みたいな方法を使って。 なんかこの中でこう使ったような色を、えー、緑の幹の方で使ったような色とかも、えー、村緑の中にも少しこう散りばめてあげたりとかして、ね、せっかくこうなんかちょっと印象派風に描こうとしてやるんかなっていう感じがするので少しこうタッチの方向とかもいろんな方向にしながらやばやばやば加湿多めの回にしようと思ったんでね今回ね加湿できそうな人には加湿がない人も言いますけどね。 少しこう、えー、いろんな方向にこうタッチをベーっと増やしていってるんです全体に今ちょっと明るい色を置きながら、えー、それで、えー、紫系の色かなんかを抽出しながら紫なんかも別にこの緑の中に入れていってもいいわけですよ。ちゃ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 ゃゃ外側からちょっといくいく箇所が決まることによってねっでってどうですかだいぶだいぶねいろんな色にこうところにいろんな色を散りばめていってます。 外れ界でまさかこんな乱入してくるとね、まあ、毎度のことですけどねで木なんかもちょっとこんもりとですねえー、とこんもりと陰影が百三百3 5 2回は「 これ1回かな2回は多分静かな時に撮影できるかなと少しこう木々のこんもりした日あ,の、えー、あれも少しこう書いてあげたりとかしてよいしょまあねまあねどうですかだいぶ加湿してきました夏の日差しみたいなのがちょっと見えてきたんじゃないですか どうですか、うん、どうですか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 ねっ <laughs> できへんわーって突っ込んでますかねできへんわーって皆さん突っ込んでますかこういうのがねこうちょっと印象派風に書いてみたとかっていう時にね実はこうただ点を打っていってるだけじゃなくて画面の中でこう、あのー、意外とこういう色が欲しいかなこういうところにこういう暗さが欲しいかなっていう展開はしています。はい 次の作品行きたいいと思います。してもね木緑とか全部別に見えちゃうんですよね。こちらの作品でございます。 これも過失若干しがいがありますねえっ、ー、と福岡の牢葉さん新緑の渓谷透明水彩 F8 ホワイトワトタソン6月に熊本秋口渓谷に行った時の写真を元に描きました緑とお水の流れの美しさを表現したいと思いましたが思い通りになりませんでしたということでこれねどっちかとねあの水とか手前よりも私の印象やったらこう上ですね ここですねで。ここのところがもう少しこう大きな面とかでも見えつつもなんかこう透明度の高いここのところがなんかこう、まあ、多分またこう、えー、写真とかを撮られてそこから描いていってるんですけどちょっとこうおお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 ここのところの,後ろにの色がどんどんこう後ろに行けば行くほど明るくなっていってしまう。 でもそこまで明るくなるんじゃなくてもうちょっとこうここのところにもちゃんと色を置きながら奥行きをちゃんと出しながらですねここ描いてあげたら多分手前の方の水と岩の関係とかっていうのはもう少し見えてくるんじゃないかなと意外とこうやっぱね皆さんどうしてもね手前の方にこうある程度ピントがあって後ろの方がボケていたりとか。 明るく写ったものをそのままこう書いてしまったりとか、可能な限りこう今デジカメでねあのいろいろこう撮れますから、あの後ろは後ろだけで写真撮るとかしてあげて、一枚の絵というより後ろは後ろで撮ってあげて手前は手前そして全体もという形で写真を撮るようなもう癖付けをしてあげてほしいなとどうしてもね写真を皆さん撮るときにねなんか 後ろの方も少しそれでもなんか奥に見えているなっていう感じしませんかねそうすると今度あのー、モチーフモチーフのーところにある暗い色みたいなのがちょっとねあの下の方ばっっかりが暗くなっているんですねその,その暗さも石の中とかも菊池恵子も僕も最近行ってないけど。 震災後行行っっててなないいかららもう7年ぐらいいってないかねえー、ちょっとこういうところもモチーフの中とかも、えー、少しこう暗い色を入れてあげるあると思いますのでね物の接してるところだけじゃなくて多分物の中とかにもあると思いますので、えー、こういったところの暗さみたいなのもぜひぜひ探されて、えー、追いかけられてみてほしいなと思いますという感じでございました。 すいません。ええー、<laughs> 外れ放送で最後の作品です。こちらです。うえ。ねえ。こちら作品です。えー、アクリルえー、母の肖像、アクリル、キャンバスにアクリル F85。エアブラシの斎藤さんですね。ええー、作品への思い、背景をエ,エアブラシで描きました。紙もエアブラシです。肌をアクリル絵の具で描いていましたが失敗ばかりで、えー、そこで思い出したのがテレビで見た。あ、ちないき介先生がやっていた技法。お、すごい。 肌全体を赤黒い色で塗りあとは肌色をハッチングとグリグレーズかなで何層も重ねていきますメリットは細かな表現ができますがとにかく時間がかかりとても疲れます これ、あれ、そういう風に書いてるんですね。ハッチングして、グレーズしてっていう方法で書いてるんですね。うえーすげぇ。え、追伸古典をした際、日本肖像の社長と知り合い。何やろね日本肖像画協会とか、そんなのかな日本肖像、日本肖像の、日本肖像っていうなんか会社あるのかな社長と知り合い、今度肖像画を見てやるから。8号サイズで父と母を2週間で描いて来い。 一枚一週間で描くのですか八号くらい一週間で描いてもらわないと商売にならないからね。描けなかったら持ってこなくていいよ。大変お世話になっていること。大丈夫かな 鎌、えー、田勝美先生の画商さんなので無限にできず2週間で描きましたがあ過労すると思い、えー、断りましたということなんですけど <laughs> 大丈夫かな <laughs> こういうのはメンバー限定の方が良かったのかなと思いながらもあの読みあのこれねあの放送する前に読んだんですけど。 ということでまあアクリルならなんか2週間で2枚いけんことはないかなっていう気はするんですけどねでも多分エアブラシの斉藤さんは結構凝り性なんで、えー、なかなかこうねで多分こう写真とかもある程度いい写真じゃないとなんかこう家とかから描いたりとかするとなるとちょっと難しいでしょうからねなんかそんな感じがするんですけどいやでも本当上手やねうまいこれで人の顔なんかこう。 これ、人の肌はあれなんですかね。まあ、やっぱ写真の写り方のせいなのかどうなのかわからないですけど、あの、肖像画としては <laughs>、いいんじゃないかなと思いますけどね。なんかこう、いただいた写真とかからね、描いたりする、お母さんの肖像なんですね、これね。で、肌のところはそうやってハッチングで描き合ったんですね。いや、もうあんま言うことないですけどね。 なんか人の肌のこの、まあ、洋服のところがもう少しなんかこう写真では確かにそう写っていたかもしれないけど少しこうねもうちょっとこう書いてあって洋服とかが書いてあっても良かったのかなとちょっと白くこう飛びすぎてしまっているところがあるので書、えー、いてあってもええのかなというような感じかな背景なんかもまあエアブラシでねこう緑とかをこういうふうにこう書いていきやるのは なんかこう,こういうのもなんかねうまいことこう構成としてねなんかいやでもなんかもうあんま言うことないですよね。皆さんねぜひぜひ、えー、ちょっと今日は URL がないのであ,のあれですけど皆さんね前回の鬼好評会では書き方も公開してはりますからねぜひぜひ「エアブラシって何?」とか言う人も結構おると思いますしね。 もう自分でもエアブラシの斎藤という手だけあってエアブラシを使ってちょっと背景ももう少しこう細かい式面に持ってきたらどうなるかなっていうことをちょっと解説してみたりしましただからちょっとこう洋服なんかは特にで背景なんかも構成としてえそのまま描くよりは何かこういい位置いいポジションとかは探されながら描いてもいいのかなというふうに思ったりとかしますお母様の肖像なんですよね素晴らしい作品だと思います ということで、すみません。今回はハズレ会ということでございました。うるさいなで申し訳ございませんでした。三百五十一回かな。以上です。チャンネル登録ね。ちょっとチャンネル登録よろしくお願いします。お,お願いします。お